望した。皆さん、さようなら。この動画はうぷ主が科学に関する話題で、思わず絶望した、と口走ってしまったり、心で思ってしまったエピソードを紹介するコーナーです。ちなみにうぷ主が最近絶望したことは、賞味期限が2013年のコーン缶を開けたら中身がなんか黒かったことです。それでは紹介していきましょう。絶望した。水素水の有効に絶望した。一時期よりは流行りは収まったとは思うけど、まだまだ水素水は売られているイメージ。水素分子は体内のヒドロキシラジカルなどのいわゆる活性酸素と反応して無害化することで、体を活性酸素のダメージから守ると考えられているけど、明確な裏付けはなく現時点ではその真偽は不明だよ。また、水素ガスや水素水が心停止を経験した患者やリウマチ患者の治療に有効ではないかとするデータもあるけど、健康な人が水素を摂取しても何か健康効果があるのかも現在のところはっきりしていないよ。あと、水素ガスが漏れる際に何か水素に特有の音が出るということはありえません。そしてそんなものを G20 の会議で提供しちゃったことは、この国の科学リテラシーの低さをさらけ出したようなものだよ。では続きまして。絶望した。ケイ素でも結石ができちゃうことに絶望した。ケイ素は地殻中に 26% ほど存在する、最もありふれた元素の一つだよ。ケイ素は通常の食品にも入っており、一般的には 2200mg ほどのケイ素を日々食物から摂取してるよ。また、実はビールは比較的多量のケイ素を含む飲料で、種類にもよるけど1リットルあたり 6.4 から 56.5mg ほどのケイ素を含むらしいよ。ビールをよく飲む人はケイ素水とか買わなくてもいいんじゃないかな。食品や飲料水に含まれる程度の量のオーダーのケイ素で健康を害することは通常はないけど、ごくごく稀に経酸塩による尿結石ができることがあり、過去には生後10ヶ月の赤ん坊の腎臓で経酸塩を含む腎結石ができたこともあるらしいよ。何事も過剰摂取は禁物だよ。では続きまして。絶望した。ゲルマニウムを取り続けて死人が出ていて絶望した。ゲルマニウムはケイ素と似た性質の元素で、そのためケイ素と同様に半導体関連で使用されることが多いよ。そんなにありふれた元素ではなく、朝鮮人参などに比較的多い量が含まれるけど、それでも濃度は低く、ppb オーダーだよ。ゲルマニウムを含む化合物ではプロパゲルマニウムが唯一医薬品として認可されていて、B 型肝炎ウイルス用の薬として利用されているよ。一方、ゲルマニウム132という化合物は食品添加物や化粧品の成分として利用されているけど、これに何か体に良い効果があるのかは不明だよ。ゲルマニウム水に含まれるのはこのゲルマニウム132じゃないかと推測されるけど、過去には悪質な業者が無機ゲルマニウム化合物である二酸化ゲルマニウムを用いたゲルマニウム水を販売して、これを継続飲用した人が死亡するという事件もあったよ。それを踏まえて一部のサイトには有機ゲルマニウムは安全、無機ゲルマニウムは危険と書いてるけど、有機ゲルマニウム化合物にも高い毒性を持つ化合物はたくさんあることは覚えておいてほしいよ。では続きまして。絶望した。バナジウム水の効果を確かめるための実験が適当で絶望した。バナジウムは繊維金属の一種で、鉄鋼の強度を上げる添加剤や、工業触媒として利用されているよ。富士山周辺で採れる伏流水はバナジウムを数粒含んでおり、それが血糖値を下げるので糖尿病などに効くとされ、バナジウム水として売られているよ。マウス実験では天然水の1000倍近いバナジウム濃度の水では、血糖値上昇を抑制する効果がありそうなことを示すデータが得られているけど、人間の糖尿病患者にバナジウムを含む富士山伏流水を与えても明確な効果はなかったという報告もあるよ。2005年頃にアサヒ飲料などがバナジウムを含む天然水に糖尿病改善効果があるとする結果を発表しているけど、8月から12月の4ヶ月間にわたり行われた試験では、開始当初はバナジウム水を飲んでいる人の方が飲んでいない人よりも血糖値が低めだったけど、12月に入ると伏流水飲料者の血糖値も非飲料者と同程度に。文献ではこの理由を、伏流水を飲んでいる人は伏流水に血糖値を下げる効果があることを知っていたから、忘年会などに積極的に足を運んだが、そうでない人は外出が億劫だったので血糖値が上がらなかった。としているよ。ちょっと何言ってるかわからない。
ちなみに被験者が富士山伏流水を飲んでいることに気がついた理由は、被験者が普段から伏流水を飲む地域の人だから味で分かったそうだよ。ほんとか。文献では富士山伏流水をあまり飲まない地域の人を被験者とした実験もやっていて、その結果も後々発表するとしていたけど、今日までそのデータは発表されていないよ。以上、科学の〇〇に絶望した、でした。続く。